大和郡山市の小学生らが田植えとジャガイモ掘りを体験しました。農業体験をしたのは大和郡山市にある平和小学校の5年生およそ50人と平和認定こども園の園児およそ20人です。20年以上前から地元の人との交流を目的に行われている農業体験。子どもたちは水の張られた田んぼに入って地元の農家の人に教わりながら絹光の苗を植えていきました。ほとんどの子どもたちが初めて田んぼに入るとあってなかなか進みませんでしたが、しばらくすると上手に苗を植えていました。楽しかったです。すごくいい経験ができました。もう一回やってみたいと思いました。続いて子どもたちは今年の2月に植えたジャガイモの収穫を行いました。今年は雨が多く出来が心配されましたが、土を掘ると次々と大きな芋が現れ、子どもたちは歓声を上げていました。初めてやったからすごい楽しい。秋には稲刈り体験が行われる予定です。